ございます、本日はですね、今から岐阜県に行きたいなと思います。まあ、岐阜県に行く理由はとある会社のところのちょっと記事をできる過程を見に行きたいなっていうところで、まあ、それ動画にするので、まあ、今から岐阜に行くんですが、まあ、その前にさっき洗車をしております。洗車の様子がこちら、じゃん。で、工場見学というか本社見学が1時からなんですけど、今が9時でちょっと早めに着いて、撮ってたよ。カレーパン買ってんな、出来たての。楽しみ。しかも当店人気ナンバーワンが揚げたてで買えたっていうね。ほなちょっとそれのレビューしてくれる？しちゃったな。もうあっちんちん、これそうめっちゃあっちんちん、やばい。入ってます。うん、あっかうまやばい、うん、揚げたてのサクサクのカレーパン、あっサクサク聞こえるもん。確かに岐阜県に来ました。岐阜県の月見の里っていう道の駅でちょっとトイレ休憩しようかと言ってます。初めて岐阜県に来ましたが、めちゃくちゃ山が多くてのどかでいい場所です。初めてなの？俺は初めて。あ、そうなの？うん、来たことない。君は来たことあんねんな。何回もある。そっか、2倍なもんな。足湯を見つけました。この足湯施設は岐阜県からの補助金を受けて設備したものです。貝寿司どう？暑い。暑い、気持ちいいよ。あ、ぬるぬるしてる。あ、ほんまや、暑い。めっちゃ暑いやん。暑いよ。ちょうど銀のに見えあ、いいやん。いいね。いい温泉やねんな。うん、なんの温泉やって、なんのなんの本当に合ってる？多分。それではですね、今から工場見学モードに着替えたいなと思います。こんな格好か着替えます。はい、という感じで着替え終えました。ちょっと髪の毛がこんなすごいことになってるのは今から直しますが、一応服装は着替えました。では髪の毛セットします。はい、それではですね、バッチリ髪の毛もセットして、今からは工場に向かっております。嫁と言ってたんですが、この工場へ向かうまでのドキドキ感、緊張感というか、どんな感じなのかなっていう、このワクワク感がたまらん感じで、ちょっとニヤニヤしながら今向かっております。多分、今から行かしてもらって、今1時なんですけど、夕方ぐらいに多分撮影はあると思うので、その後は嫁蔵が行きたいって言ってた、さっきのもう一回道の駅戻って野菜買いたいらしいので、おそらく野菜をご褒美に買いに行くと思います。安いご褒美それではですね、目的の会社に着いたので、今から潜入していきたいなと思います。カメラマン嫁蔵さん、よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。ここです。ではまた4時間後です。はい、それではですね、あれから3時間後、今現在4時なんですけど、無事、撮影終わりました。お邪魔させてもらって、ありがとうございました。新内外さん、ありがとうございます。ほんまに綿が糸になっていく全てを見たな。うん、海外の有名ブランドもそうやし、日本の国内セレクトショップも結構いろんなブランドさんが糸使ってるから、多分これ見てくれてる人とかでも、あの糸使ってる洋服着てはる方結構いてはるやろな。かもしれないね。っていう感じだったんで、とても満足してますので、公約通り道の駅に戻ってきました。ではですね、道の駅で野菜を買いに行きたいなと思います。はい。あ、ちなみにこれが
モクティでさっき見てきた糸のやつです。で下足元はジョンブルのデニムです。どうこの感じ。私の影がいいじゃん。これとこれと何出てこない。それではだいぶ大阪に帰ってきました。まだ大阪じゃないんですけど、奈良 あのサービスエリアというか、何ですか、休憩所というか、これは一応国道やからサービスエリアにはならないんですけど、こんな感じです。で今からは嫁蔵にどうするって言ったら、なんかお寿司かお肉食べたいって言って、で どこ行くって言って、でも結局疲れたからスシローで行っかって言って、今からスシローに行こうかって言ってるので、スシローで寿司を食べて、ジムにお風呂入りに行って家帰って寝るという予定となっております。それでは今日の晩ご飯着きました。どこですかこれは。以前グルメ動画撮ったことある焼肉屋さんに来ました。結局焼肉でした今日は。さあ、夢堂さん、レモンチューハイ、凍らせレモンチューハイ、なんか案件みたいになってます。では、私は運転なので水で乾杯。ありがとうございます。来ました、どう缶が来た、タラが。この部屋まだやな。あ、飛んじゃった。いいの？いただきます。それでさ、その後レモンチューハイカプっていっちゃって。しみるうまさ。おじさんか。ごめん。はいはい。日本人でよかった。焼肉韓国じゃない。もうそれカメラ置いてさ。いいの置いて。キティのも。あるよ。ではハラミロース。カルビいきます。まずはハラミ。いやー、これは焼きがいあるぞ。で次ロース、そしてカルビ。この霜が入ってるのがカルビやね。うわー、それひっくり返したらロースをちょっと焦げちゃった。カルビをタレにつけて米にワンで、じゃあ次はハラミで、ハラミももちろんバウンドさせて。ありがとうございました。梅蔵用のチーズ。うわぁ、炎出てる。いいね、このこっちに来る感じ。はい、それでは自宅に帰ってきました。あれからジム行って、でジムでは筋トレせず風呂だけ入って、帰宅したら10時ぴったりという感じですが、まあ今日一日岐阜県はどうでしたか。全くせえへんな。岐阜行った感じはないな。工場はどうやった。楽しかったな。最後に言ってたさ、広報の人が言ってたさ、記事糸のやつ、糸が大事やっていうの、読むと感動してるな。いい話だな。
素材にこだわらなあかんっていうか、まだ今回もいい機会やったな。もう焼肉の時も言ったけど、いい人らと出会えたな今回もな、はい、とてもいい出会いやったなと思います。ということなんで、また近々工場に行った動画を上げると思うので、また楽しみにしてください。以上、岐阜っぽくない岐阜に行った動画でした。見てもらってありがとうございました。